スノーマン・ラウール、深沢達也と都内で主演映画鑑賞、港区男子ではないです、赤羽骨子のボディガード。モデルプレス、2024年8月14日。スノーマンのラウールが14日、都内で行われた映画赤羽骨子のボディガード、大ヒット御礼舞台挨拶に出席。メンバーの深沢達也と本作を鑑賞したことを明かした。ラウール、深沢達也と映画館へ本編に登場する水族館デートにちなみ、夏のデートコーデをテーマに選んできた衣装で登壇した一同。個性光るコーディネートで会場を華やかに彩った。ラウールは深沢とプライベートで映画館を訪れ鑑賞したことを告白。帽子をこんくらいかぶってでかいマスクをつけて、周りを怖がらせながらもバレないように見に行ったと、完全お忍び、スタイルだったことを説明した。どこで見たのか聞かれると、港区ですと明かしながら、港区男子ではないんですけどと自らコメント。さらに、背が高いから気づかれそうという声が上がると、もうこんくらいかがんでと中腰でチケット列に並んでいたといい、ラッパーみたいな感じで歩いていたと、ラッパー歩きを再現。舞台挨拶にラッパー登場とか書かないでくださいねと報道陣に笑い混じりに呼びかけ、笑いを誘っていた。この日は、ラウールのほか、共演の出口夏希、奥平大賢、高橋光、コウは正式には、はしご高も登場。司会はフジテレビの上垣幸太郎アナウンサーが務めた。